家事教育。寺田虎彦。給料押し詰まっての白木屋の火事は日本の火災史にちょっと類例のない新記録を残した。犠牲は大きかったがこの災厄が東京市民に与えた教訓もまたは那覇だ貴重なものである。しかしせっかくの教訓も肝心な市民の耳に入らず、また心に染みなければあれだけの犠牲は全く何の役にも立たずに煙になってしまったことになるであろう。今度の火災については消防方面の当局者はもちろん、建築家、百貨店経営者など直接利害を感ずる人々の側ではすぐに徹底的な調査研究に着手してとりあえず災害予防方法を考究しておられるようであるが、何よりも一番大事と思われる市民の火災訓練の方がいかなる方法によってどれだけの程度にできるであろうかという問題についてはほとんど誰にも見当さえつかないように見える。白木屋の火事の場合における消防当局の措置は、あの場合としては、事情の許す範囲内で最善を尽くされたもののように見える。それが事件の直前にちょうどこの百貨店で火災時の消防予行演習が行われていたためもあって一層の効力を発揮したようであるが、あの際もしもあの建物の中で遭難した人らにもう少し火災に関する一般的科学知識が普及しており、そうして避難方法に関する平素の訓練がもう少し行き届いていたならば少なくも死傷者の数を実際あったよりも著しく減ずることができたであろうということは誰しも異論のないことであろうと思われる。そうしてまた実に驚くべく非科学的なる市民。逆上したる街頭の市民傍観者のある者が、物理学も生理学も一切無視した誤解飛び降りを激励するようなことがなかったら、あたら美しい青春の花のつぼみを歩道の石畳に散らすような惨事もなくて済んだであろう。このようにして、白昼程度の真ん中で囚人監視の中に行われた殺人事件は不思議にも司直の追及を受けずまた詩人の何人もこれを咎むることなしにそのままに忘却の闇に葬られてしまった。実に不可解な現象と言わなければなるまい。それはとにかく、実に幸いなことには事件の発生時刻が朝の開場間際であったために、入場顧客が少なかったからこそ、まだあれだけの災害で済んだのであるが、あれがもしや昼食時前後の混雑の場合でもあったとしたら、おそらく死傷の数は十数倍で渡りず、ことによると数千の犠牲者を出したであろうと想像させるだけの根拠はある。考えてもゾッとする話である。しかしそういう場合であっても、もしも入場していた市民がそのような気球の場合に対する十分な知識と訓練を持ち合わせていて、そうして兼ねてから訓練を積んだ責任ある指揮者の指揮に従って合理的投資と指摘行動を取ることができれば、たとえ2万人3万人の群衆があっても立派に無事に避難することが可能であるということは簡単な数理からでも割り出されることであると思う。火の電波がいかに迅速であるとしても、発火と同時に全館にケース図が鳴り渡りかねてから手ぐすね引いている火災係が各自の部署につき、良好な有力な拡声器によって安全なる避難路が指示され、群衆は落ち着き払ってその号令に耳を澄まして静かに行動を起こし、そうして階段通路をその復員尺度に応じて2列2列あるいは1列等の隊伍を乱すことなく、また一定度以上の歩調を起こすことなく、軍隊的に進行すれば見事に引き上げられるはずである。そのはずでなければならないのである。
しかしこのできるはずのことがなかなか容易にできないのは多くの場合に群衆が収賞狼狽するためであって、その収賞狼狽は筆胸火災の伝播に関する科学的知識の欠乏から来るのであろう。火がおよそいかなる速度でいかなる方向に燃え広がる傾向があるか、煙がどういう具合に張っていくものか、火災がどのくらいの距離に迫れば危険であるか、木造とコンクリートとで燃え方がどう違うか、そういうことに関する漠然たる概念でもよいから、一度確実に腹の底に落ち着けておけば、驚くには驚いても決して極度の狼狽から知らず知らず取り返しのつかぬ自殺的行動に突進するようなことはなくて済むわけである。同時にまた消防当局の提供する避難機関に対する一通りの予備知識と、その知識から当然生まれるはずの信頼と思っておりさえすれば、たとえ女子供でも、そう慌てなくて済むわけである。しかしこのような訓練が実際上現在のこの東京市民にいかに困難であろうかということは、試みにラッシュアワーの電車の乗降に際する現象を注意してみていても直ちに理解されるであろう。東京市民は、骨を折ってお互いに電車の乗降をわざわざ困難にし、従って乗降の時間をわざわざ延長させ、車の発着を不規則にし、各自の損失を増すことに全力を注いでいるように見える。もしこれと同じ要領でデパートカジノ階段に臨むものとすれば階段は瞬時に生きた人間の、線。で閉塞されるであろう。そうしてその結果は世にも目覚ましき大量殺人事件となって世界の耳口を衝動するであろうことは真に火を見るよりも明らかである。このような実例の小規模なものは従来小さな映画館の火事の場合に記録されている。しかし人数の桁数の違うデパートであったら果たしてどうであろう。これに処する根本的対策としては小学校教育並びに家庭教育において児童の感受性豊かなる頭脳に、鮮明なるしかも持続性ある印象として火災に関する最重要な心への一般を固定させるより他に道はないようにしわれる。現在の小学校教育の協定中に火災のことがどれだけの程度に取り扱われているかということについては自分はまだ全く何も知らない。しかしどれほど立派な協定があっても、それの効果が今日我々の眼前にあまり明白に現れていないことだけは確かな事実であると思われる。火事は人工的災害であって地震や雷のような天然現象ではないという簡単明瞭な事実すら、はっきり認識されていない。火事の災害の起こる確率は、失火の確率と、それが一定時間内に発見され通報される確率によって決定されるということも明白に認められていない。火事のために日本の国が年々幾億円を費やして灰と煙を製造しているかということを知る政府の役人も少ない。火事が科学的研究の対象であるということを考えてみる学者も稀である。話は変わるが先日銀座伊東屋の6階に開催されたソビエトロシア印刷芸術展覧会というのを覗いてみた。かの国の有名な画廊にある名画の複製や、アラビアンナイトとデカメロンの豪華版や、愛書家のよだれを流しそうな、芸術のための芸術と思われる書物が並んでいて、これにはちょっと意外な感じもした。その他になかなか美しい人形や小箱なども陳列してあったが、一番自分の注意を引いたのは児童教育のために編纂された各種の安直な絵本であった。
残念ながら我が国の書店やデパート書籍部に並んでいるあの職人仕立ての児童用絵本などとは到底比較にも何もならないほど芸術味の豊富なデザインを示したものが色々あって、子供ばかりかむしろ大人の小塚を喜ばすに十分なものが多数にあった。その中にパジアールという見出しで、表紙も入れてたった12ページの本が見つかったのでこれは面白いと思って試みに買ってきた。絵もなかなか面白いが絵とちゃんぽんに印刷されたテキストが、我々が読んでさえ非常に口調のいいと思われる韻文になっていて、おそらく、ロシアの子供なら、一人でに歌わないではいられなくなるであろうと思われるものである。簡単に内容を紹介すると、まずその第1ページは、消防署で日夜火の手を見張っている様子を歌ってある。第2ページはお母さんの留守に幼少な娘のリエナが金を犯してペチカの蓋を開け、跳ね出した火がそれからそれと燃え移って火事になる光景。第3ページは近所が騒ぎ出し、火災を持ち出す場面。さすがにサモワールを持ち出すのを忘れていない。第4ページは消防隊の繰り出す威勢のいいシーン。次は消防作業でポンプはほとばしり消防夫は屋根に上がる。おかしいのはポンプが手押しの小さなものである。次は二人の消防夫が屋根から墜落。勇敢なクジマ。今までに40人の生命を助け10回も屋根から転がり落ちた札付きのクジマの親父が屋根裏の窓から一匹の可愛い三毛の子猫を助け出す。その次はクジマがポケットへ子猫をねじ込んだままで今にも焼け落ちんばかりの屋根の上の奮闘。子猫が隠しからしと前足を出して見物しているのが愉快である。その次は火事の方がとうとう降参して、ごめんください、クジマさん、と謝る。クジマが、今後はペチカトランプとろうそく以外に飛び出してはいけないぞ、と命令する場面で、ページの下半にはランプとろうそくのクローズアップ。次のページにはリエナが子飼いのベンチで泣いているところへクジマが子猫の襟首を掴んで頭上高く差し上げながらやってくる。坊や、泣くんじゃないよ。お家は新しく建ててやる。子猫も無事だよ。そら、可愛がっておやり、という一辺のクライマックスがあって、さて最後には消防隊が引き上げる光景。クジマの顔にはやけど、額にはケツ、目の円は黒くなって、そうして平気でヨーヨーと引き上げていくところで、おしまい、である。紙芝居にしても悪くはなさそうである。それはとにかく、これだけの、小さな小さな、家事教育、でも、これだけの程度にでもちゃんとしたものが我が国の本屋の店頭にあるかどうか、もし見つかった方があったらどうかご面倒でもちょっとお知らせお願いたい。ついでながら見本としてこの絵本の第1ページの文句だけを紹介する。発音は自己流でいい加減のものであるが、およその体裁だけはわかるであろう。プロースチャデイ、バザールノイ。な、カランチェイ、パジャールノイ。クルーグルイ、スートキ。ダゾールヌイ、ウ、ブードキ。スマトリート、ワクルーグ。な、シェゲール。な、ユーグ。な、ザーパド。な、ボストク。ニェ、ウィディエイ、リ、ブイモーク、右の役。これもいい加減である。市場の辻の消防豚書。夜でも昼でも、日の見で見張り、ぐるぐる見回る。北は、南は、西は、東は、どっかに煙はさて見えないか、我が国の教育か、
画家、詩人並びに出版業者が、ともかくもこの粗末な絵本を参考のために一見して、そうして我が国児童のために、ほんの些細の労力を貢献して、若干の家事教育の絵本を提供されることを絶望する次第である。そうすればこの赤色の絵本などより波数等優れた、もっと科学的に有効適切で、もっと芸術的にも立派なものができるであろうと思われる。そういう仕事は決して一流の芸術家を恥ずかしめるものではあるまいと信ずるのである。科学国の文化への貢献という立場から見れば、むしろ、この方が定点で金牌をもらうよりも、もっともっとはるかに重大な使命であるかもしれないのである。昭和8年1月。